一年生、二年生、五年生。グローテルシーユースケルシーナイルシーカイディラシーノゾイラシーアクビラシーリュウガイラシーマイチラシーシーチェンシーノイラシーアチュイラシーマタイラシーユースケラッセー今日ねキネコヤシェイケチマヤシェイユースケ爆弾ラッセーフェ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 あっちいいよね、お尻に取れざす安尾の今夜とはできないらしいお疲れ様です。うれしい怒ると言う怒るとそっちにしとくか。いや、やだ、なんか。まあ、いらっしゃい。いらっしゃい。注意らしい。もう帰ってくるな。いや、これ平八じゃないかな。母親じすまん。すまない。すいませんでした。あちゅうやしい。えいこやしい。スペアシーサルヤシークミヤシーアユヤシーいつもの実家系に冷水神夢たどやしい、こましゅやしい、大若もやしい。ピビやしい。ゴリラやしい。まやちゃんゆうやしい。ケツマソコタイラーメンやしい、小池やしい、レモンティやしい。縁切るとは言ってないですよ、一言も。剣族ちゃんらしい、ウェイ様らしい、ゴリラらしい、モクトらしい。どうしたんですか。いや、まあ、一応これテロップの通りなんですけど、グリらしい、アツチらしい、変態らしい、
今島根メンヘラ GK やし、この車の音何やばいね。この車の音はあのエアコンです。エアコンが壊れてます。親父と母親に対して謝らないといけないことがあるんですよ。言っちゃうし、ナタちゃんやし、いや金盗んでとかないじゃないよ。マッコいらっしゃい、テンやし、リョウキやし。誰が殺したよ、お前親を。とりあえず寝る？いや、無理。あなたとディスパロ？いや、ディスパロってフットサルショップな。倉吉の。もう潰れてんじゃん。何した？鼻は安い。チン安い。犯罪してねえよ。犯罪は。とりあえずハブバー行こうよ。いや、ハブバーとか。あ、配信できないでしょ、ハブバーなんで。高く見なしゃい。それディスパロです。それディスパロです。とりあえず投げそうめんしようぜ。ああ、家で ?2 階で、まあ、投げそうめんの次はあの投げそうめんじゃないね。次もうちょっとやべえのやるよ。2階から。いや、あの、その沼投げやめてくださいね。スコア0点なんで。沼投げは。ワクチン打たないって意味か。まあ、ワクチンは打たないけど。すわ。沼投げって何？あの点数が一点もついてない。ちょっと親父とお袋に謝らないといけないことがありまして、いや唇プルンとしてねえわよ。なんだ唇プルンって。お前親いたっけ。いや意味やかな。じゃ誰だよお前。よく家でおるおっさんと親父とババアは。寝たきり老人と発狂ババアは誰だよ。あれ人たち、ああ劇団員さん、あれメンテかメントリじゃないよ。相関違い、まあそうなんですよ。あの、まあ、母親が9月13日にあのワクチンを打てって言ってるんですけど、学会パワーで。
ファイザー、ファイザー打てって言ってるんですけど、イベントアイテムあれです。今まで寝てたな。そうだよ。生レンゴンが立っちゃ優しいからね。顎に打つんか。顎に打たんわよ。顎に打たんといけない。無理だな。なんなんこのさっきからあのスコアゼロの方、ずっとゼロの方、匿名でゼロの方、嫌がらせか。千秋ってユーチューバーの千秋しか知らないけど、まあちょっとワクチンの方はちょっと打つのはちょっとね、考えたけどちょっと怖いなと思いまして、ワクチンの方は。無理だから、これ言ったらやる気ないなら辞退しなよ、ワクチン。注射打つのは怖い。人間自体だ。なんかやる気あんの。うるせえお前。なんだお前は。お前 M 字ハゲだよ。お前っていうテロップは、やらないか。まあそうだね、何かあった時に後悔する。だからあのワクチンを打つのちょっとやめようかと思いまして。ワクチン自体をちょっと検討してもらおうかと思いまして。なんか顔がやばい。お前みたいなあちこち病気のやつこそ打てよ。じゃなきゃ出るな。うるせえお前。この人に移すなよ。いや移すなよってコロナじゃないから。親に取材が必要なんでしょうか。いや必要だとは思ってないけど、まあ予約したから。ヘタレ全開。何ので。
や、注射、いや、分かるでしょ、注射器怖いっていうのは。注射とかマジ怖いじゃん。いや別になんかその後の副作用とかさ、どうでもいいですよ実際。注射が怖い。マジで。反応とかどうでもよくて、実際。え、そこなの？いや、そこだよね。そこ以外ある？逆に。そこ以外ある？俺も打たない。痛いよ。だろ？で、めちゃめちゃぶっといの刺されるんでしょ。そこでしかないよね。普通に。逆に。ちょっと親父に連絡します。思ったほど痛くない。いやーちょっと怖いわ。連絡するわ。痛くないらしいぞ。3秒である。今日1回予約してみたけどやっぱキャンセルした。おしゃべり客やすー。フェ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 。あー、いや仕事怖いなんか一言も言ってないけどな。何仕事怖い、注射怖い、何しに来てんの、バーカじゃねえだろお前。直樹兄さんのパンチ、いや、ひび入ったからね、うん、じゃあ電話しますね。やめます。もうちょい待って、だろ。はい。あ、もしもし。はい。ちょっとあの、ワクチン打つのやめようと思って。どうして？え？どうして？いや、ちょっと注射怖くて。でもあんた、ワクチンの注射打ったことない？いや、どういうこと？ワクチンの注射打ったことないって。小学校の時とかに。注射。あ、に、日本脳炎みたいな注射？反抗注射？反抗注射じゃなくて、うん、針の注射。いや、打った記憶あんまないね。ない。みんなが、うん、歯医者に行くと、歯医者の時に、麻酔の注射を打たれるでしょ。あ、あれは、うん、一瞬だから。あれよりも十分痛くないやつだ。そうなの？うん。蚊に踏まれたぐらいのもんだ。いや、蚊に踏まれたぐらいのもんだってそんなことはないから。そんなことはない。そんなことはある。蚊に噛まれたぐらい。まあ、とりあえずワクチン打つのやめるわ。そんなことで？うん。もっと大人になるよ。じゃあやめるね。もっと大人になるよ。いや、もっと大人になるじゃなくて、やめるね、とりあえず。もっと大人になるよ。いや、もっと大人になるよって何？もっと大人になるよ。いや、だから無理だからやめるね、ワクチンは。もっと考え方が大人になるよ。いや、考え方が大人になるよって言われてもね。ワクチン、ちなみにワクチンこの中で打たない方います？やっぱいる人もいるんだよ。それは本人の自由だから打たない人もいるでしょう。じゃあ俺も打たんでもいい？ダメ。は？ダメ。何ダメって。いや、聞いてるから俺はダメだって返してくれて、あなたが僕に聞いてるから、うん、私は打った方がいい。まあ、お父さんとお母さんが一緒についてきてくれるならまあワンチャンいいけど。子供か。いや、子同士じゃん。幼稚園の子供か。いや、子供じゃんだって。幼稚園児みたいなことを言うんじゃない。いやいや、だから子供じゃん。全く普通に。
大人の姿したガキ。そうだよ。注射打たれるときそばにいてくれるの。大人のふりしたガキだったらもう帰る時間で家にいなさい。え？もう帰る時間で家にいる。いやいやいや、基本的に33歳だから別に門限はないだろう。何言っとんか。いやいや、別に門限はないでしょ。あるの？あるわよ。何時？門限何時なの？そんな注射に行くときに母親と父親に付き添ってもらわんと行けんようなことじゃ幼稚園だがや。幼稚園だがやって。いや、まあ、いや、付き添ったところで、まあ、まあ、打たないんだけどね。え、本当に打たんといけんのこれ、マジで。俺、ちょっと。よく考えてね、もしあなたが打つって。うん。ああ、俺は元気だわと。うん。で、朝、起きた時に、うん。もう意識がなかったわと。あ？しんどったと、あなたがね。注射打って？そういう病気だで、どんどん動かされる。あ？要は、病状が急変するっていうことだわ、うん。だから、病状が急変しないように、事前にワクチンを打って、うん、あ、重症化を抑えるという効果もあるわけだ。うん、人に移すことじゃなくもんだけれども、移さないということなんだけども、自分のが移ったときに重症化にならないために移すというワクチンも、まあ、もしあなたは自分のものを打たなくて、うん、運な手にまたがって打っとったら、うん、トップの点で必ず打つのよ。そうなの？そういう時あなたが一人で、うん、一人でホテルに行って、うん、誰も助ける者がいなくて、うん、あの、あ、どうしようどうしようって言った時に、ゆっくりと言ってるわね。まあ、それでもよければ打たんでもいい。まあ、今日はとりあえず家には帰らんから。ああ、なんでそんなの？いや、まあ、親父、あの平安、何のために家に帰ってきたの？いや、平安、あんた家に帰ってきて、この家の自分の部屋に何時間おたったかに帰ってきてたの？10時間ぐらいはいたけどね。そんなに、それ、まあ、いても寝てる時だけな。うん、お父さんずっと日中4時間家におるけど、あなたが家にいて、あなたの部屋にいたことあんまり見たことがないけど。まあ、とりあえず今週はちょっと帰らんから。今週は帰らんって、お前、沖縄なんか行ったらダメだよ。いかんわよ、沖縄。沖縄、緊急事態宣言が出てるし、うん、そんなところであなたが、行くっていうことをもうあなたリスナーさん全員に避難を浴びるからね。そうなんですか。そんなとこ行ったら、うん、そうなん、自分ちゃんと考えな。それと、うん、あの大阪のそのゴールマンのとこは大丈夫かね。あ、大丈夫。大丈夫。やめたの？ちゃんと。うん。まだやめてないけど。本当にやめて。だからまだやめてねっつの。でしょうが。うん。日々何日に出るって言ってあるの？いや、出るって言ってないよ、まだ。はぁ？いや、何、その、何その、はぁって。すごい、いい会社だな。自分が出てる。まあ、親父は大丈夫だった。多分母親に電話して、大丈夫か。親父は大丈夫やわ。
無理、ここまで来て。ラス、親父、ラスボス。なんかおかしいんだよな、今日、イカルトが。マジで。目充血してね。いや、全然してないけど。なんかこっちでやるとすげえ充血してんだけど、鏡で見て全然してないね。多分光の加減だよね、これ。イカルトは常におかしい。確かに。いつもおかしいだろ。おかしくねえよ。いつもおかしいよ。イベントアイテムありがとうございます。イベントアイテムあれっす。イベントアイテムあれっす。おかけになったカードが挿入されています。どうおかしいのって何が。リンコン行かれずつだ。すいませんでしたね、イカルドさんには。申し訳ないことしました。あ、ジョケンさん、ジョケンスプレ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 。何したん。いや、だからせっかくワクチン取ってくれたけど、ワクチンはちょっとやめようかなと思って。すごい打て打てって周りからも言われるんですけど、ちょっとやっぱ無理っすね。いや、打とう。怖いんだよね。なんか怖くないの、逆に。打った方がいいのは分かるんだけどね、実際は。すげえ怖えんだよ、ビビリ。いや、ビビリでいいんだよ、そんなの、うん、お前は注射怖いんだろ。怖いよ。30代でも亡くなってるしな、マジで。まあ、打って死ぬかもしれない、わかんないけどね。飲み薬開発されたの？ん？お前なんだかんだ健康？他人に移したりしないで。いや、それ無理じゃない。なったら大丈夫？マジ？コロナにかかって重症になった時後悔しないだろ。ロキソニン大量に摂取してるから、コロナになった時解熱剤効かない。やばいじゃん。やばいやん、それ。どうすりゃ、マジで。苦しめばいいさ。どうも。救急車呼べねえよ、絶対。いや、それは知らんけど。コロナかかって重症化するとワクチンとも重症化するだろう。そうなの？コロナ顔が赤い？分かんない、それは。打ちたくない。コロナだったの？いや、ちょっとあのワクチンを、ちょっとなんかワクチン打つのはちょっと怖くなってきたんですよ。まず、あ、
絶対行かんといけんみたいな感じになってるし、親が打ってって言って亡くなった30年。いや注射も怖いがおかしい。別に注射怖いっていうのもあるし、まあ、でも別に注射も別にまあなんとかなりそうだけど、予約されているの。そうだよ、マジ。いや、やっぱ打った方がいいっすかね、マジで。わからん、マジ。もう来週なんだけど、ワクチン。どうしよう、マジで。打った？俺は打った方がいいと思う。暗記しよう。いや、だって暗記したら 60% で打てって言ってたけど、もう今日も暗記していいけど。打った方が安心。私打ってとんでもねえ後悔。もう8日経つのにどんどん起き上がれないくらい具合悪すぎ。いや、マジで、だからそういうのなんだよね。それどういうことなの？やばくないそれ。それファイザーすかモデルナすか。いや、だから人によるから気にするなっていう。いや、人によるから気にするなって、そんなん、じゃあ自分もそっち側の部類の可能性あるってあるじゃん。マジで。今実験されてる。病院も副反応センターもたらい回しな感じだよ、ファイザー。ファイザーは何もじゃあ症状ないってことですか。マジ？何もない。私も1週間起き上がれない。打たない方がいい。ファイザーが安心の意味がわからない。モデルナ2回打った。まあ、肩が1日痛いとかそれぐらい別に全然いいんだけど、いや、なんかワクチン辞退しようかと思って、マジで。いや、正直わかんないですよ、マジで。ちょ、怖えな、マジで。もったいない。13日にワクチン接種なんですらしいんですよ。まあ知らんけど、ひよってるやついたわ。いや、別に肩が上がらないのは全然いいんだよね、マジで。打ってこのまま死んじゃう。いや、それ超怖い。それ超怖い、マジで。舐めてんの？舐めてねえよ。いやー、どうしよっかな、マジで。今のコロナめちゃくちゃ強い。何に一番見てるの？いや、まあ注射打つのも怖いしけど、その後の、副作用。おかけになった電話。いや、だから俺はファデルナじゃねえよ、なんだっけ、ファイザーってやつ。何もしない？ファイザーなの大丈夫って、本当に？混ぜるな、ごめん、ミスったわ。怖かったけど、モデルナ打った。それ大丈夫なの？現在使われて。どういうこと、どういうこと、どういうこと。なんで急に現在使われてないんですよ。ファデルナ、なんかファデルナの方が良くない？
2回目も大丈夫だった。なんか年いってる人は何も症状ないらしいね、実際ずっと体調不良のまま。いやそれがマジ怖えんだって、マジで。いやそれがめちゃくちゃ怖いよね。実際インフルエンザのワクチンもそういう感じなの？インフルエンザのワクチンもそんな感じ？結構熱が出てる人もいるの？そう。ブラン面白すぎないがやね。コロナで苦しむ方が怖いわ。いやマジ。まあ確かに。いやどうすればいいかわからんなマジで。ひよってんな。お前の方が怖い？なんでやねん。俺が怖いわけないでしょ。じゃもう一回ちょっと、ちょっと聞いて。いやー、わからん。打つべき。打ったら俺のキャスがなくなるってどういうこと？いや、それ人体実験ってのは何なの？何で人体実験って。マジ？いやだから人体実験だからごめんと、今人体実験だから怖い。おかけになった。コロナだったらバン。え、そうなの？コロナだったらバンなの？でもコロナなってる人バンじゃなくない？治験終わってない。え、これ何？今俺ら治験の状態なの？これいやいや引き込むのないし。いやだからそうなんだ、早いんだよな、もう。はい。いや、何？人体実験ってどういうことだよ。そんなもん、アンチが書いてるだけだっけ、気にしてんで大丈夫。アンチが書いてるだけなの、これ。ああ、そんな、ある少数の人が、ああワクチンはダメだ、ダメだって。打たせるのもしてるけど、うん、ワクチンを打たんで亡くなってる人がたくさんいるじゃないの。実際にワクチンを打ってたら助かる命も、打ってなかったら助からなかった。みんなじゃあ、あとは問題なんだ、ワクチン打ってなくて、どのアウトが熱も出て後遺症に悩まされているまでも、それがあんた何年前で見てるでしょうか。いや見てない。打たなかったらああいう風になるんだよ、もし。いや目の前で見てないけど。あ？目の前で見てないけど。目の前で見てなくても画面に映ってるでしょうが。え、どういうこと？そういう風に打たなかったらなるんだよ。ちょっと。逆に打ってたらもっと軽くて済んでる。軽くて済むんだね。え、軽くて済むっていう証拠はあるの？なんかね、え？そうだな。え？こんな証拠があるだないだなんて言うよりも、ちゃんとみんなの意見、多数意見を尊重して打つべきだわね。まあ、少数意見。いや、少数意見じゃないよ。全然。半々だよ、意見。何ちょっとさっき 70% が見てって書いて、それはアンケートでしょ。コメントでは半々じゃない。何ちょうか 70% が見てって言っとったらや。いやだから今のコメントじゃ見てみなよ。今コメントのあれとはね、歌の方がいいっていう人のアンチが多いのだった。いやそれアンチで言ってるかわからんけどね。なんで、あんた、あんたって後悔するぞ、もし、時間で、なったら、出てもいいの？いや、後で後悔するぞって死ぬってこと？あ？後で後悔するぞ、もし、あ、キリン先生。子供になった時に。
ワクチン反対派は別にアンチじゃないんじゃない？だってワクチン反対派が別に多分その人らは打たないだけでしょ。だけど打たないだけで、あの打たないだけじゃないけどな、うん、ワクチンっていうのはそれだけじゃない、うん、人に打ちさないっていうのもあるからな、うん、自分の命だけじゃなくてワクチンじゃなくて、うん、あのコロナにかかったことが分からなくて、うん、他の人にもあなたから移った場合に他の人が住んでるのはコロナになって死ぬことしてんで、そうしたときあなた別に取れるでしょうか、ワクチンを受け取った方がいいなということになるでしょうか、ワクチン、ワクチンを受けないと他の人に、他の人にも移す危険性が高いということだ。まあそうなんですか皆さん、ワクチン打ってもかかる、ワクチン打っても移すかかる、まあいいとかね、ワクチン打ったらワクコロナにかからんで他の人に打ちこない程度のワクチン打たなかったら、え、ワク、え、ちょっと待って、ワクチン打ったら重症化は分かってんだけど人に移さないの、かかっても。ワクチンを打ったら、あのワクチンを打ったらコロナにかからんから人にも移さないけれども、うん、ワクチンを打たなかったら打たなくて、違うらしいじゃん、ワクチン打ってもコロナにはかかるらしいじゃん、重症化しにくくなるだけでしょ、だからそれ人に移すのは移すんでしょ、重症化しないとイコールコロナ菌をたくさん放出しないってことだわね、もう。どういうことコロナって重症化せんと人に移さないんだ。何っていうの、まあ、重症化するということはそれほどコロナ菌が多いっていうことだわね。うん、どういうこと、別にコロナになった時点で。ちゃんと科学的に説明する、できる人なんてこの世の中に誰もいません。いや、違う。だからちゃんとこうだって決めたら打つの。いやいや、だからコロナ、いや、重症化したら放出するのが多くなるっていうのは違うらしいよ。もういいけど、俺も科学者じゃないってよくわからんけれども。だけどそこは違うんでしょ、そこは違うでしょ。間違ったことを言ったかもしれんけれども、ちゃんと打ちなさい。いやいやいや、すげえ適当だな。嘘つきじゃありません。いや、嘘つきじゃん。完全に。だからハゲなんだと、ハゲとは関係ありません。誰と喋ってんの？っていうか。誰と喋ってんの？俺ハゲなんか言ってないけど。ハゲハゲってうるさい。いや、ハゲなんか言ってないけど。つまらん、みんなつっていい。いや、意味がわからん。ねえ。ハゲ謝罪しろ、謝罪しません。ねえ。ハゲるな、うるさい。いや、こう、誰と喋ってるの？沼連合会長、誰と喋ってるの？沼連合会長。ワクチンは打つ、うん、ワクチンは打つ、皆さんワクチンは早く打ってください。あ、この俺じゃなくて皆さんなの？このハゲだな、お前。ああ。ねえ。打ちません。打ちませんという人は打ってください。なんで？だから全然。ハゲハゲ3回言ったな、お前。うるせえ。お前の母ちゃん死んじまえ。え？どういうこと？
いや、だからワクチン打たない人もいるってことじゃないの。ハゲハゲハゲ、うるせえや、このハゲ。え？ハーゲってな、ハーゲは、ハーゲ、ハーゲって伸ばすんじゃねえ。どうしたの？え、これがあれか、あの野田さんのとこで、あの米欄で喧嘩してたやつか。まさか。あの米欄でリプで喧嘩してたやつか。はい。皆さん落ち着きましたね。はい。これで終わりましょう。はい。はい。何？だから、ワクチン。うん。まあ、だから、それ、それ自分の考えで打てばいいってことでしょ、じゃあ。自分の考え。せっかくないところを探し取ってきてくれたんだから、打つの。いや、勝手なんだよね。まだ俺が打つって言ってない状態で。勝手にそんなないの。なんかみんな困ってるのに。あ、とりあえず一回ちょっとイベントアイテムだけ投げて、今、会長。会長、あれ入力の仕方がわからんだけど。なんで沼だな、マジで。あんたが自分で作ったあれとかサイトとかよ。意味がわからん。俺が作ったサイトじゃないですけど。会長が登録的にどうするの？登録して。いや、俺どこできるわけないじゃん、ここから。ねえ、あんたてかどうやってコメント見てんの、まず。ん？コメント。ワクチンは打たなくていい？じゃあ。打たない、だってコメントの人らはなんでじゃあワクチン打つなって言ってんの、これは。ああ、コメントはなんでワクチン打つなって言ってんの。もう自分で決めます。打ちません、打たないで、どっちでもいい、育毛剤打てよ。育毛剤、どういうこと？育毛剤？いろんな意見があって、あんたが最後は君はもう、好きにして。分かったわ。じゃあ、やめるわ、打つのは。好きに。じゃあちょっと。お好きにどうぞ。お母さんに代わってじゃあ。お母さんは6時半にならないと帰ってきません。いいよ。あんたがやめって言っても打たせられるんじゃないの、これ。意味やかな。え、なんすか、ハゲるなってワクチンがあるの。何、ハゲるなっていうワクチンがあるの。え、何そのワクチンある。あ、マジ絶対ヤバいやつでしょさ。打てるときに打たないと後悔する。え、てかなんであんな切れてた、マジで。うちの親父なんかすげえ怒ってなかった。しかも俺じゃなくて米欄に、俺じゃなくて米欄に切れてなかった。ビル・ゲイツもファイザー副社長もワクチン接種ないの答え、コメントに聞いた。おい、松本これ見ろ。なんだこのハゲ親父って。やっば、なにこれ、え、なにこれ、え、なにこれ、え、なにこの副反応。これなに、やばないこれ。それ何？これはファイザーなんですか？モデルナなの？一応気持ち悪すぎるでしょ、さっきの。いや、今の裏で見てみよう。うん。え、今のやばくね？
めちゃ基本しやるくね、今の。あ、今のはアレルギーがある人なの。いや、もうね、今の。もう一回見せて。まあ、まあ、まあ、あれが、まあ、ガチか嘘かわかんないけど、実際。お前これファイザーやぞ。なんかそういうこと言うなんてマジで怖えじゃん。怖いから打つのやめよう。じゃあやめるわ、マジで。やめます。やめます。電話します。ごめん、やめます。ワクチン。俺に言うなよ、もう。いや。育児なし。どういうこと？どういうこと？なんで育児なし、なんで育児なしなの？大丈夫や、諦めて。ワクチンの展開。ファイザーの社長だっけ、家族に絶対打たせないって明言してるみたい。だからそれが意味わからんよね。なんで打たせないの。なんで打たせないの。2回打った。いや怖すぎだろマジで。情報はどうか自分で調べたって、何をどう調べるの、マジで。まあ察しろ。え、でもみんな打ったのって言っても、言ってワクチン、なんかワクチン怖いぞって言ってる人らは打ってないの。絶対打たないって人いるの。逆に打たない、打たない、打つわけねえだろ。打たないよ、打っても地獄。打ったよ、打ったけどちょっと後悔してるわ。え、なんで。様子見。打つわけがない。やべえんだって。打たないらしい。いやいやいや、打ちたくない、ごめんね、打ったって。実験してる最中ってどういうことなの。まだ打たない。じゃあ一番いいのは、じゃあ様子見の方がいいってこと。様子見て、ワクチン打った1週間後やたら上司に怒られるから副作用の。え、どういうこと。なんか発動するの、なんかワクチン打ったら。ワイの周りみんな打たないって言ってるわ。あとだね。いやー、なんかマジ賛否両論だねこれ本当に。賛否両論だねこれ、うん、いや賛否両党じゃねえよね。だこういう気ながら、なんか調べれば調べるほどなんか打ちたくなくなるんだけど。松本さっきの画像みたいになったら誰も先に撮ってくれないぞ。まあでも医
療事業者でも打ちたくないって言ってきてる。友人ワクチン打って1ヶ月以上入院してる。打つと、打つと打ってない人に近寄るの怖くなる。え、どういうことだよ。え、他人に迷惑かけたくなかったら打って、他人なんて関係なきゃ打たなければ。で、あなたは打ったんすか。そういうあなたは。なんかどっちも嫌なんだけど。別に亡くなった。だってヤミーはだって打たないって言ってるでしょ、そもそも。はい、一回だけ打ってみるか。じゃあ、副作用で。まあでもその副作用ってのも別に治るんでしょ。1回目は意味ないの？打っても感染する？一ついらっしゃい。うん、試しに1回だけ打ってみるか。それどうなの？副作用は治る。それ意味ない？それじゃ意味ない。中途半端で意味ない。まあ、怖えなマジで。しこえんだけど。どうしよう。3年以内に死ぬから打つと。ビビリアの、いや俺これビビリなんですよ。じゃあちょっと野田さんに聞いてみるか。野田さんに。その一番詳しそうじゃん。寝てる？打ってるの？もし。あ、お疲れ。お疲れ。どうした？いや、水谷ね、ワクチンって打った方がいいの？ワクチンか、うん、まあ、打った方がいいか、打たない方がいいかって言われたら、まあ、打った方がいいよね。うん、あ、打った方がいいの？うん。なんかもう9月13日に、なんかワクチンの、親が予約してしまったんだけど、ちょっとまあ、今ちょっと正直、気持ち的に打ちたくないって思ってる。ああ、まあその、打ちたくないっていう気持ちもわかるけど、まあ打った方が、うん、まあそのコロナになった時に、まあ重症化しないように、うん、まあ抗体が防いではくれるし、うん。うん。まあただ副反応はあるけどね、多分ね。その副反応っていうのがすげえ怖くて、うんうん。その、副反応で一応死んだ人もいるんでしょ。副反応で死んだ、まあ、副反応が原因かどうかはわからない。ワクチン打った後に亡くなった人はいるけど、うんうん、副反応が原因かどうかはまだわかんない、それは。ああ、はい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 、うん。でも副反応でちょっとなんか、こじらす人もいるってこと？まあ、こじらせるっていうか、うん、まあその、結局ワクチンってさ、こう最初そのね、うん、高齢者から順番に打っていったから、うん、このワクチンを打った後に、うん、まあ、ワクチンが原因で亡くなったんではなくて、例えばこう何か持病を抱えたりとかして、うん、その持病が原因で亡くなったっていう人も多分いると思う。うん、だから、まあ、ワクチンのせいで死んだとは限らないよね。
ああ、なるほど。じゃあ、まあ、ウィズニアン的には、まあ、もう予約で、もうそれがもう、今月にできるとするなら、なんならラッキーって感じ。そうそう、めっちゃラッキー。だって、まだ20代とか30代とかで、うん、まだ今月とか来月とかまで打てない人いっぱいいるから。あ、なるほどね。じゃあ、打った方がいいんだ、うん、これはやっぱ。うん。かっ、あー、でもなんか怖えな、でも。なんか怖いよね。え、ミズニアは打ったの、うん、俺ね、まだね、こう、打ててないんですよ。あ、マジうん。もう、だって多分、俺多分9月13だから、多分来週か再来週ぐらいだから。うん。でも迷ってるぐらいやったら、ねえ、もう、あの、まだ待ってる人回した方がいいもんね。うん。まあ、待ってるというか、まあ、打てるんだったら本当に早めに打っといた方がいい。あ、マジ？うん。わかった。じゃあちょっと、はい、打つような方向に持っていくわ。はい。ありがとう。はい。なんで実験台って、いやー、でも怖えーな。奈々さんに聞いたがいい。ヤミーに聞け。今水には打ったがいいって言ってるわ。あ、ジョイエスフレ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 、あー、でもヤミーはだって打たないんでしょ、そもそも。ノアさん寝てるしな。でもまあ、ミズニャンはまあ打てって言ってるから、まあ打てとは言ってないけど、打った方がいいって言ってるから、皆さん寝てるんだよね。接種会場で倒れてる人がいる。え、どういうこと？狛江に聞け。いや、あいつワクチン打ったんだ。狛江に聞くか。あいつワクチン打ったの？出ないやんけ。そりゃ緊張やった。いやなんか怖いマジで。でもなんかさっき言ったの、水谷が言ってるのとみんながコメントしてるのは違くない？だってそれはあのコロナが原因かどうかわからんって言ってよ。それ死んだのが、まあ、コロナてかワクチンが原因か分かんないって言ってたけど、あ、もしもし、はい、あの9月さ、うん、あの13日にさ、うん、なんか親がもう、なんか俺がなんかうんもすんも言わずに、あの勝手になんかあのワクチンの予防接種をもう入れちゃってるんだけど、こうやって入れちゃってる？そう。ワクチンって、あの、うん、打った方がいいの？まあ、なるべくは打った方がいいのかもしれん。俺は、うん。まあ、本当はでも打った方がいいよ。もちろん。どういうこと？本当はってのはどういうこと？ヤミー的には。いや、俺の場合は、ほら、あの人と会うっていう部分に対して、本当に少ないから。うん。そう、少ないし、うん、その感染率も低い方だと思うんだから、うん、まだ人と接触しているおっかだけ打たそうかなと思う、打たそうかなって気にっていう考えだ。聞いたところによると、なんか、お母さんはもう打ったんだ。お母さんも2回目打ってる。あ、マジ？うん。本当は打った方がいいっちゃ打った方がいい。打って別に損はないから。ヤミーは、まあ、家に出ないから、打たないってこと？人との接触があんま少
少ないから、うん、俺は、まあ、まあ、自分なりの自己分析じゃないけど、俺は打たなくていいかなっていう感じなんだけども、本当は俺自身も打たなきゃいけないのは分かってる。ヤミ自身は打ちたいの、打ちたくないの。いや、その家出る、うん、出ない関係なしに。どっちでもいい、とりあえず、今頃は。ああ、なるほどね。って感じ。だから、そこまでって、時間を疲労し、時間まで使ってまで、どうしようかなって考えてる。いやなんかもう、SNS でこうやってコメントを見ると、まあ、さっきミズニャンに出ましたけども、うん、まあ、ミズニャンはまあ普通に打った方がいいって言ってたね。でしょうね。だって、特に人口多いじゃん。で、野田さんにも俺言われたけど、うん、人口が少ない田舎だからこそ打つべきだよねっていう話もされたし、俺。で、なんかその、ワクチンの副反応で亡くなったっていうのは、そのワクチンの副反応で亡くなった可能性が、それとは限らんって言ってた。そりゃそうだよ。だから分かんないじゃん、それこそ。うん。ただ、あの900人ぐらい亡くなってってのも事実でしょ。うん、な、あの、亡くな、あ、死ぬかもしれないって言いたいの、自分。そう。いや、大丈夫だと思うよ。マジで？意外にこういうとこビビりで。いや大丈夫だよ本当に。だって他だってね、あれだからね、うん、もう普通に2回目打って、うん、今日も朝はちょっとねなったけど今別に平日になってるしね。だからイカルドもね打ったらしいんだけど、うん、あの何もなかったらしくて、え、なんで何もないのって言ったら老人は何もならんとか言ってきたけど。じゃあおっかにさちょっとやっちゃ聞いてみる、経験者だから。あ、ちょっと聞いてみてくれ。じゃあ待って、おっかごめんちょっと行くわ部屋に。うん。アキラがさ、アキラが、あ、ちょっと待って、一旦待つわ。うん。違う、ちょっと待って。うん。おっか、ちょっと、ね、部屋行くわ。うん。ちょっと待って、おっか、アキラが、なんか2回、あの、ワクチン打つんだけど、どう、なんかこう、ビビってんだわ、なんか。痛いよ。痛い。あ、もしもし。あ、お母さん、お疲れ様です。うん、どうも。え、痛い？痛い。ねえ。痛かったよ。私、寝れたかったもん。熱出たもん。7度くらいだよ。痛いよ。え、今も、今どうすか、お母さん。今は大丈夫。寝たから、昨日も夜も寝たから、うん、昨日やったんだよ。なんか僕も、なんかうちの母親が、うん、あの、9月13日に、うん、なんかもう勝手に予約してて、どう思いますこれ。お母さん打ったの？お母さんはもう打ってる。親父は、もう一回なんですよ。あんじゃダメだ。もう一回やんじゃダメだな。うん。どう思います？勝手に予約してるんですけど、これ。勝手に予約したんだね。そうなんですよ。だから今、うん、ちょっとなんか、てかなんか、もうほぼ来週とか再来週だから。あ、行くの？はい。ちょっとなんか正直ビビってるっす。困ったね。やめた方がいいっすかねこれ。いや、やった方がいいよ。やった方がいいんだ。やった方がいいんだ。はい。あのワクチンでさ、はい、あれなんでしょ、なんか予防するんでしょ。ん？予防。なんかその重症化になりにくいって言ってますね。そうだよね。うん、やった方がいいよ、野球くん。やった方がいいっすか？うん、やった方がいいよ。いや、その副反応、まあでも、そのインフルエンザのワクチンと、要は一緒な感じですか？インフルエンザのワクチンも、なんか、あれもなんかね、インフルエンザを体の中にちょっと入れるじゃないですか。だからそれでなんかちょっとなんか熱が出るみたいな聞いたことあるけど、そんな感じですか？そうそう、微熱出る。ああ。うん。じゃあ。今から行くの？はい？今から予防接種行くの？いや、あの、9月13日っすね。今からじゃないです。9月13日か？はい、あ、そっか。はあ、痛かった。いい。おっかでも2回目だよね。2回目行ったのは、うん、2回目なんだけど。おっか2回目なんで。もう終わりだからね。え、お母さんじゃあ1回目の時は別に全然何ともなかったってことですか？うん、1回目の時は何ともなかったけど、うん。2回、昨日は痛かった、すごく。
で風呂に入るのもさ、あ、2回目昨日打ったんだ。そう、2回目昨日打ったんだ。風呂に入るのもやったんだよ。え、お母さんそのどっちですか、モデルナとファイザーと。ファイザー。あ、で、なんかそれヤミーさん、ファイザーっての方がなんか別にモデルナってよりもいいんだ、まだ。俺ファイザーなんだけど。いや、それは分からん。分かんない、ここら辺は分からん。ああ、そうなんの。うん。別に関係ない。モデルナだろうが、ファイザーだろうが。ワクチンだったら別に打った方がいいってことか。そういうことで。そう思うよ。打った方がいいよ。打った方がいいっすか、ね、両方だから。てかさ、大丈夫だよ。なんだろう。ま、打ちたくないの、そもそも。だから、俺って結構肝細なとこあるじゃん。前から。ちょっと怖いってなる、正直。ファイザーはデルタには効かないって書いてあるけど、これ関係ない？いや、なんかそういう話ってもネット情報じゃなくて、わからんすよ。いや、コメント情報だね。コメント情報ってネットじゃねえか。うん。だからね、打ちたいんだったら、もう打てばいいんじゃないの？打たないよ、予防だから。てかね、多分ね、打たんとね、親がね、多分発狂するんだよな、母親の方が。おんちゃん。で、これってもうぶっちゃけって言うと、もう、運も数も言わずに強制的に連れて行かされるやつで、それも嫌なんだよな。ああ、そっか。なるほど。じゃあもう、それ、もう反強制みたいなもんじゃん。いや、反っていうか、ザ強制だけど。うん。じゃあもう、それはもうしゃあねえから、もう覚悟決めるしかねえよ。なあ、行くしかないよな。行くしかないよね。なんか、そう、高齢の人はその、ワクチン打って副作用があんま出ないって、イカルドが言ってたけど、それは本当なの？あ、でも、おっか、一日で終わったね。一日で終わったんだって、今もう大丈夫でしょ。大丈夫。体痛くない？痛くないでしょ。うん。昨日はゆっくり寝たから、遅くまで。うん。9時頃まで寝たんだわ。あ、本当ですか？うん。で、デイサービスとかも休んで。はい。うちにいたんだわ、寝て。ああ、もう、どんぐらい、痛みってどんぐらいですか？もうほんと手が動かんぐらい。うん、手が動かない。マジで？うん、手が動かないよ。その俺言った朝俺に。ほんとに？うん。普通になんか、8時頃になってたら普通になんかさ、肩挟んでなかった。ん？脇挟んでたよね、体温計。ほんとにそれ？うん。痛かった？結構かなった？痛い。マジで？え？わかんねえ、ごめん、アキラ、それは知らんわ。それ言うなんか朝俺聞いてなかったから、これ。先に闇が打ってほしかったら、マジで。闇がどんな症状出るかで俺もちょっと考えたかった。ユーキャーやってないもんね、よかったしね。ユーキャーやってんだ。ただ、俺のリア友がね、ぶっちゃけ打ったんだよ。うん。打って、で、2日間ぐらい39度でだって言ってた。しかもそれ、でしょ、それはしかも同級生、33歳で。あれだよ、若い人はなりやすいんだよ。うん、っていう話よね。若い人で、それで、アキラーって言って、いや別に、本当は打った方がいいんだけど、その39度になった時に、俺マジ死ぬかと思ったわって言ってたよ。ああ。いや、これでなんで、これで死ぬんじゃねえかっていう、そういう、その一瞬の不安は出るらしい。それは怖い、ね。だから、もうあれなんよ。だから、アキラ、あれにされよ。若い人は、そういうのが出るらしいけど、うん、高齢者になると出づらくなってるから、らしいんだよな。うん、で、アキラ30だから、まだ若い方が入るから。うん、でも、まあ、でもまあ、じゃあ、まあ、分かった。じゃあ、熱が仮に出たとしても、すぐその熱は治るってことね。治る。あ、治りますよ。一番ひどいのが1日目らしいんだよ、だから。で、徐々に下がっていく感じなの。うん。で、お前の好きなロキソニン持っとけばいいんだよ。ただ、なんかコメントで書いてあったけど、ロキソニンを俺はなんかロキソニン結構今まで飲んでるじゃん。だからそれあんまりよろしくないみたいな。それで死ぬ可能性あるみたいに言われたけど。いや、お前の場合は OD しすぎて死ぬ可能性あるかもしれんな。ワクチン打ったら？ワクチン打ったら？うん、大丈夫っしょ。あまりない。大丈夫だよ。うん、打った方がいいよ、やっぱね。予防だよ。コロナ流行ってっからさ、はい、どこに自宅でにしてもさ、はい、予防先生してごらんとさ、はい、実はさ、カロナールと同じ作用を持ってる薬なんだったっけ？あれ、バファリンとかで効くよね、確かね。あ、そうなんだ。あ、なんかね、そうだったな。
タイタイレノノール。あ、それそれ。あ、これがあんまり飲まない方がいいってこと？うん。あ、そうなんだ。うん、それ。エヴァとかもら、エヴァとかでもいいと思うよ。うん。ババリエヴァとかがいいかもしれない。だからロキソニンが飲めたらエヴァでもいいんじゃない？あ、そうなの。聞くと思うけどね、あの普通にロキソニンでも。うん、聞くと思うけどね。エヴァって何？イブじゃなくて。イブだったわ。意味がわからん。それだわ、それ。うん、じゃあ打った方がいいっすかね。じゃあ打った方がいいよ。だからそんな気になるんだったら、うん、病院からさカウアールを処方すればいいんだよ。痛みそこ効くらしいから、あれ、うん、ああ、だから先に病院行ってカウアール処方。いやだから何が怖いって、俺結構そういうワクチン打ってあの副反応出る人なんだよね。だからインフルの時もそうだったんだよ。ああ4日間ぐらい出て熱出たから。ああなるほどね。なんか B 型となんちゃらみたいな打った時も。うんうんうん。いや嘘つかないで、ガチだわこれ。ガチだわ。それはもうしゃあねえよな。でもな、うん、やるしかねえしな。だってそうは言ってもな、結局、うんうんうん、どこにも行けないよ。やんなかったらやっぱコロナ流行ってからさ、うん、やった方がいいわけやから。まあ特にね、あれだよね、アキラほらいろいろ転々としてるから、うん、ね、違うからね。確かにね、言われるよそれは。じゃあ打つわ。うちな、もうそれしかないよ。だってこれね、それしかないって。まあ、だってインドアだったら多分ね、そんな多分家族の人たちも言わねえと思うよ。俺も親戚だとこの間言ったから説得できたもん。マジか。じゃあ、言われねえんだって。転々としてしまってるからそうなってんだよ。うん、うん、じゃあ打ったがいいか。うん、痛いけどね。一応打って2回ぐらい打って、うん、で休ん、うちでちょっと休んで横になって、はい、しばらく出かけないでいた方がいいよ。さすがおっかだね。昨日さ普通に出かけたんだからね、外にいたけどな。昨日さ、あの時ってさ、ヒカル君来てさ、はい、あれさんで草刈り。あ、そうなんすか。うん、腐ったりしてくれてさ、助かった。だから俺もさ、うちの中にいるの嫌だから外に出てたの。はい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 。じゃあまあうち、うわ今うちにいるの？いますか。あ、今、いや、あ、僕が今車の中ですね。あ、車の中か。はい、車の中なんですけど、いいっすかね。いいですよ。あ、本当ですか。大丈夫だよ、はい。車はあったかいの？車の中ですか。うん、いや、めちゃめちゃ暑いですね。うちに入ったいんだよ。いや、まあそうなんです、入りたいんですけど、今ちょっとここにいて入れない。まあまあね、ヤミンチ行くときは、まあ、ワクチン打った後に行くわ、今後。そうだ、分かったわ。とりあえずまあアキラさ、まああれだわな、あの、うん、イベントね、やばいから本当に。あ、今やってるから。うん、順位変動がすげえからマジで。あ、してしてる。6位と7位でしょ。そうだよ、うん、松本くんがもうねずっとねふわっちやってるから。やってねえわふわっち。だから明日本気出すから。うん、だってそれ何回目だよマジお前の本気。もう結構言ったぞお前の本気。もうねイベント初日から本気本気って言ってたじゃん、うん、やばいって。うん、そうだね。じゃあ俺あれだわ、ちょっと待ってよ。いやー、一番説得力のあるのの若いヤミーが打ってどうかなっていうのがちょっと聞きたかったな。いや、なんか人それぞれなんだって本当に。副反応が出るか出ないかなんちゅう。うん、多分ね、これ多分本当にあのなんかのもう覚悟決めるだけなんだと思うんだけど、うん、まあ俺は結構肝ボスだから。だからなるときはなるんだし、ならないときはならないんだって、うん、でも
でもほとんどの効果、ほとんどはなんか体が痛いとかだるくなって、最低でもだるくなったりとか、うん、そう出るんだって。いや、それはなくなるっていうのはやっぱりそのなんか飛行機であの墜落するぐらいの確率、うん、だそう簡単になくならないと思うよ。あ、まあそう考えたら余裕だわ。ああ、うん、そう簡単にはならないってば、うん、なるほどね。じゃあ大丈夫か、うん、もうアキラだってもう長生きしたろそれに。どういうことやね、死ねって言ってるようだね。もういいだろ。だったらもう打つ必要ねえわ。ダメだ、打て。ああ、打ってや。はい、ごめんなさい。そうですね。いや、まあ、そう、今のは言い過ぎだわ。うん。まあ、飛行機墜落ぐらいの確率だから、ほぼないってことか。まあ、そう。大丈夫だよ。絶対ないじゃん、だな、それ。じゃあ、大丈夫だわ。うん。分かった。じゃあ、打つわ。そっか。うちだ。うん。じゃあ、まあ、本当に大丈夫？だっておっかが大丈夫なんだ。うん。ピンピンしてんだよ。うん、確かに。うん。一日しんどかったら一日しんどいだけだよ。うん。だから俺ね、いろいろ買っといたんだよ。いや、だから今、あのネットの情報だけど、これ。一個それが恐怖となっているのが、なんかあの、ワクチン打って1ヶ月以上今入院してますっていうコメントがね、すげえそれが恐怖になってね。入院なんてあるの？残らんけど。でも確かに腕が上がんなくなるっていう最悪のパターンはあるかもしんないけど、そう簡単にはならんって。うん。そう簡単にはならないよ。まあそうだね。あまりにも痛ってないよな、確かそれって。うん、そう簡単にならんから大丈夫。あー、まあじゃあ打っ、あー、あー打つわ、あーわー、まあわかんねえ、あ、打っ、あー打つわ。いや、わかった、あー、わかった、じゃあね、はい、ありがとうございます。じゃあね、アキラ。うん、打って5年後に死ぬなら、打った医療事業者も5年後にいなくなるから日本終了する。ああ、その説が当たってたら、まあ生きててもあんま意味ないってことだ。いや、俺金林さん連絡先わからない。あ、おつやみ、いらっしゃい。小町に聞いてみろ。打ってないでしょ。皆さん配信中じゃないの今。あ、打った。あ、そうなの。マジか。じゃあちょっと聞いてみよう。どんだけもうビビーなんで。コロナ弾聞いたら一番あれかもね。本当恐怖がもっとわかるわ。ああ、6時25分じゃん。あ、もしもし。あ、もしもし。あ、ごめん、今ちょ配信中なんだけど。あ、はい。あ、どうも。え、大丈夫ですか。あ、大丈夫。あの。はい。あの、なんだっけ。あの、ファデルナじゃねえ、なんだっけ、あの、ワクチン打った？あ、モデルナ打ちましたよ。あ、モデルナ打ったの？はい。え、それどうなる？ワクチン打ったら。俺もなんか9月13日に、はい。あの、なんかワクチン接種みたいな、もう親が勝手に予約して、はい。はい、で、まあ、親にはもうめちゃめちゃラッキーと思った方がいいみたいな言われて、ただ、俺はなんかさ、やっぱこうネットでやってると、いろんなコメントに惑わされるタイプだから、まあそうですね。そう、だからあの、なんか、ワクチン打ったら死ぬんじゃねえかっていうような気持ちがちょっとあって、はい、全然大丈夫？はい。いや、僕1回目しか受けてないんですけど。え？なんか、1回目は、うん、
まあ、熱出ましたね実際。あ、出た？熱出ましたし、あの倦怠感みたいな、うん、結構あります。なんか だるくなりますめっちゃ。あ、今は今は大丈夫？あ、今はもう全然大丈夫です。僕なら 3日目ぐらいからもう大丈夫でした。ってことは、じゃあ、俺も、インフルエンザのワクチンで、B 型かなんか打った時に、4日ぐらい熱が出たんだよね。はい、それぐらい、それと同じぐらいな感じ？あ、それと同じぐらいですね。そんな感じですね。あ、じゃあ大丈夫だね。はい。あ、ただ、筋肉注射なんで、うん。左っていうか、まあ、打った方の腕、うん、上がらなくなります。あー、線引き後みんな言ってるわ。はい。もう全然上がんないです、本当に。あ、今も？あ、今は上がるんですけど、うん。俺インフルのワクチンで熱出たぐらいだからね、大丈夫かなと思って。ただなんか僕2回目まだ打ってないんですけど、うん、2回目やばいらしいですよ。いや、そうなん、2回目がやばいってなんかすげえ聞くもん、それ。なんか僕のお母さんで、うん、なんか 38.7 度ぐらい出て。マジで？はい。しかも若い人の方が副反応でかいらしいです。あ、そう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 、今聞いた。やばいですよね。うん、しかもモデルナ打つんですよね、マティアスさん。そうで、ミズニャンとヤミに聞いたら、2人とも打った方がいいって言ってる。はい、あ、そうなんですね。そう、2人とも打った方がいいって言ってるけど、2人とも打ってないっていうね。ヤミさん打たないんじゃないですか？ヤミは打たないけど。打たないですよね。うん、でも打った方がいいって言いますけどね、なんか重症化に なりにくくなるみたいな。まあ、ファンなんちゃらみたいなやつだけど、はい、なんかモデルナより全然いいみたいな聞いたんだよね。あ、なんかファイザーのいいらしいです。あ、それだそれだそれだ。はい、うん、なんか、うん、その副反応がまず少ないらしいですね。うん、あ、なるほどね。あ、じゃあ大丈夫か。はい、はい、じゃあだけどモデルナなんですもんね。いや、俺ファイザーってやつ。ファイザーっすか。うん、あ、じゃあそしたらいいかもしれないですね。あ、全然大丈夫。ファイザーの方が大丈夫らしいです。うん、ただなんか、うん、ファイザーの元副社長が、うん、君たち、あの、もう副社長な、元副社長なんで辞めたんですけど、ファイザーの会社、なんかその人が言うには、うん、君たち残念だね、5年後、うん、この世からいないかもしれないみたいなこと言ったらしいですよ。え、どういうことそれ。わかんないです。そう、本当にそれ。はい、言ったらしいです。ちょっと分かんないですけど。陰謀論とかやつ。陰謀論。いや、そういう、ちょっと、皆さん、お前さん、絶対俺のこと脅かしてる、ちょっと怖すぎるんだけど、ちょっと待って、絶対歌、今やめろ、打つの。いや、わかんない。もう絶対、もう絶対歌。もう絶対歌。あ、もう無理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 。マジで無理。マジで無理。そんなん言われたら、いや、打たないよね。マジで。絶対怖えわ、マジで。ん？な、来たか。こんにちは。あ、こんにちは。あ、大丈夫でしょうか。あ、ちょっと待ってください。もし怖いわ、マジで。いや、ただ、うん、いや、マジ言っていいですか？うん。ファイザー、うん、もう、ファイザーの方が、うん、打ってる人多いです。打ってる人の数。なるほどね。多いですし、うん、その、今さっき言った発言ってのは、それ嘘？いや、ごめんけど、嘘って言ってくれ。嘘っす。あ、嘘？ああ、なるほどね。はい。はい。あ、ならいい。で、うん、僕の、それに関しては信じなくていいんですけど、うん。多分打った方がいいですよ、本当に。しかもファイザー予約できたのは、うん、結構すごいです。僕でも予約できなかったんで。いや、違うんだよ。はい、なんかよくわかんないけど、なんか俺が障害者っていうことなだけの理由で、はい、手帳があるからっていう理由で、はい、なんかもうそもそもそれでも10月以降とか言われてたんだけど、なんでか知らんけど、はい、創価学会っていうのと、はい、障害者手帳っていうのが持ってるっていう理由で、はい、9月13日になった、はい、あ、そうなんですね。そう、学会っていう理由と障害者手帳を持ってるっていう理由で。
あ、そうですね。そう、だからそもそもこのワクチンをあの広めたのは公明党らしいから。ああ、じゃあ打った方がいいと思いますよ、本当に。打った方がいいかな。打った方がいいと思いますよ、うん、分かった。まあ、しかも 打てば、うん、なんかそのコロナがどうのこうのっていうのは あまり言われにくくないですか。まあまあ確かに確かに確かに。でもまあ、はい、打ったとしてもそのコロナに感染するし絶対しないっていうわけじゃないんでしょ。重症化が しないですけど、うん、あの2回目以降打てば、2回打てば、うん、ほぼ重症化しない。あ、そうなんだ。はい。その5年後っていう発言はマジで怖いけどね。それ、あ、信じないのね。あ、マジか。ネット上手。あ、なるほどね。でもそれはもうなんか、はい、あの本当かどうかなんていうあれもないってことは、証拠も。あ、もう証拠ないです。分かった、じゃあ打つわ。はい、うん、お願いします。ありがとう。はい、はい、すいません。はい、ありがとうございます。では、これ7号の人は。で、さっきのあの女の人は何だった？じゃあ打ちます。あ、すいません。はい、先ほどヤミーさんのとこ、私ヤミーさんのとこで聞いてて、はい、あのワクチンのことでちょっとお話ししたいなと思って。あ、あれ、あ、お願いします。ぜひ。なんか言ってるんですか。すいません、私あの品川区の、はい、接種会場で働いてるものなんですけども。あ、そうなんですか。すげえ。はい、はいはいはい、それで、はい、あのマティアスさんは既往症はありますか。はい、ん、既往症はありますか。例えば心臓が悪いとか、あの肝臓が悪いとか。いやー、あれね、俺も仕事してないんで健康診断行ってなくて分かんないんですけど、多分ですけど、あの、はい、ちょっと多分やっぱあのなんだっけな、あの糖が高いですね。ああ、でしたらあのロールとか打つ前に必ずあの、はい、問診票っていうのを書くんですけども。はいはいはい。あと血圧がちょっと高い。はい、あ、血圧が高い。はい、まあ、でもうちの親父も血圧高いんで、はい、あ、でも問診票っていうのを必ず書かなきゃいけないので。はい、あの先ほどインフルエンザのワクチンを打った時に、はい、高熱を出されたって聞いたので。あ、はいはいはい。4日間しかも、はいはい、それに関しても書くところがあるので。しかもそれが25歳の時で、まだ全然普通に、はい、もうバンバン健康体の時なんですよ、はい、俺が。はあ、はあ、そうなんですね。にあの予防接種行って4日間熱出したんですよ、はい、俺。だから何これと思って、はい、あ、そうなんですね、うん、じゃ あのその以降インフルエンザの接種は打ってないんですね。はいはい。じゃ あの以降、まあまあ、以前にそういうことがありましたかって必ず書くところがあるので、はい、以前そういうことがありましたと書くと必ずお医者さんと面接をしてから、はい、接種するかどうか決めるので、はいはいはい、自分の不安のあることはあの全ての先生に聞いた方がいいと思います。あ、まあ、でちなみにあなたは打った方がいいっていう派なんですか。私は打つ打たないは個人の自由だと思っていますが、私は仕事上、はい、あの皆さんたちよりは先に打ちました。ああ、なるほど。え、別に何もな ちなみにファイザーです。ファイザーで別に2回目打っても何もなかったですか。あの特に筋肉痛もなく私は熱も出なかったです。はい、なるほど。まあじゃあまあ、どうなんですかね、打った方がいいですかね。じゃあ怖いんだよ。でもそういう人やっぱ怖い怖いって思う人、まあ、そうですね、まあ、個人の本当に考えなので、はい、強制されて打つものではないので、はいはいはい、あの不安があるのであればその会場に必ず医師がいますので、はい、必ずお話をしてくれますので、はい、あの全てちゃんと問診票に書いて、それから自分はこういう不安がありますっていう話をしてから打つか打たないかが分かりますので。分かりました。じゃあ
一応会場に行ってみることメンタルケアみたいな最初にしてくれってことですね。はい、あメンタルケアみたいなお医者さんが問診して、あはいそうです、ああのちゃんとしたあのお医者さんが必ず打つ前にお話を聞いてくれます。わ、はい、かりました。じゃあまあちょっとまあ、はい、まあ、行くような方向にはします。あそこで打つか打たないかはあのお医者さんとあなたで、あの、まあ、お医者さんの方がこれは打たない方がいいっていう判断もすることもあるので。ですよね、そういうあの、はい、あります、打たない方がいいっていうのは聞いたことあるんで、はい、なので行ってみるだけでもっていう感じですかね。そこで自分で打とうと思えば、はいはい、わかりました。打った方がいいとは思います。はい、いました、すいませんでした。じゃあありがとうございます。なるほどね、まあ、だが、まあ打つなっていうやつはいないね、周りにははっきり言って、うん、打つなってやつは、打つなっていうやつはちょっとやばいぐらいの感覚ね、これ。いやじゃあ狛江から電話がかかってきてたんだよ、うん、じゃあ打つなの意見あ、もしもし、はい、え、あ、こ、あのコロナ打った、あ、コロナじゃねえよ、なんだっけ、なんだっけ、あのワクチン打った、え、ワクチン打ってない、え、俺9月13日にさ、そのワクチンのあの予防接種がもうなんか親が勝手にさ、なんかあの、あ、べべべ、勝手になんかあの、あれして、もうワクチン打たんといけんくなったんだけど、ああ、え、打った方がいい、打たなくていいんじゃね、え、だって打ったらなんかめっちゃかかりやすくなるっていうね。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、え、だから打ったらなんかかかりやすくなるらしいよ、うん、逆に打ったらコロナかかりやすくなるのらしい、俺はそれ聞いた。え、でもそのじゃあか、でもかかりやすくなっても別に重症化しないんでしょ。重症化しないけど、でも副作用がやばいらしいよ、うん、死人が出てる。だからそれ、そこが俺は怖くていろんな人に聞いたんだけど、まあでもなんかその他の人らは絶対打った方がいいって言ってるよ、みんな。マジ？うん。え、多分今打たんな、打つ金あったらパチンコするもん。え、意味がわからん、ひでえなお前。え、待って、普通に、え、狛江はじゃあ打たんってこと？俺まだ打つつもりないね。まだってことはじゃあ 打とうとしてるってこと？いや、なんか絶対打てて義務化されたら打つ。いや、それはだってみんな打たんといけんじゃん、そんなもん強制じゃん。それはね、それはまあ打たんといけん時が来るかもしれないけど、それまではまあ別にかかりようがないし、これコロナに。ほう、どういうことや、ルーティン的に。どういうことや、それは。だって俺ついに向かい合ってるのパチンコ台だし、うん、人いないし、で家帰るだけだし。でもそのデルタみたいなのはだってもう結構もうすごい空気感染するんでしょ。マスクしてるから大丈夫だよ。いやデルタはどうなの、空気感染するかマスクしてても微妙なんじゃないの。え、打つのそれで。じゃあ、うん、だから俺は、だから俺も正直打ちたくなかったんだよ、もう死ぬかと思ってたから。それ打って、俺もインフルエンザであのワクチン打った時に4日間熱出たことあるからちょっと怖いのと、でさっきの女の人が言うには、なんかやっぱりそのなんだっけ、なんかいろいろその持病みたいな、なんかそういうのをちょっとあの病院の先生と相談した方がいいみたいな。まあ持病があるわけじゃないけど、俺ちょっとやっぱ糖が高いし血圧もちょっと高いから。え、多分ね、マキの場合は絶対副作用出ると思うよ。え、やっぱり。え、絶対出ると思う。やっぱり。うん、それは間違いないわ。その体格でもう不健康じゃん、絶対出るで、うん。そうなの。それは間違いない。でもそれはまあ、でも成功したらまあいいじゃん、うん、でも失敗したらやばくなるだけで、成功にかけるしかないよね。いや、なんだそれ、うん、いや本当に。じゃあ打つのやめるわ。なら、でももうそうやってやっちゃったんでしょ、お母さんが。もうやってしまってるよ。じゃあもう一か八か行くしかないよ、でもそれは、うん、松本明だ。
火を消して。いや、ちょっと証拠映像。お前がそういうこと言ってきたけど、余計なんかよくわからなくなってきた。さっきまでなんか歌おうとしてたのに、なんかお前が急になんかこの流れで、いや、歌ん方がいいよとか言うから、ちょっとよくわからなくなってきたぞ。いや、でもマティの場合は副作用がすごいと思うかなっていう、マジな、マジです。マジ？これだけは言っとく。うん。そう。マジか。マジだ。うわぁ、怖っ。マジ怖っ。いやぁ、マジ。え、まあ、じゃあ自分だったら、その親がその13日に予約してたら、キャンセルするの？いやー、まあ、キャンセルするね、俺だったら。キャンセルすんの？だって。いやー、でも、まあ、でもどうしようかな、行くかな、行っちゃうかな、俺だったら。でも、マティの体格だったら、行かない。マジか。まあ行くなら覚悟して行った方がいいんじゃないの、マティは。分かった。そう。怖っ。こまになんか、こんなになんか、落とし入れられると思わなかったわ。いや、でもマジな話で。まあいいんじゃない、命のためは。でも命落とすかもしれんけど。いや、まあそこはもうマティ次第だわ。うん。分かった。うん、頑張って。はい。はい。脅してる俺のこと。え、野田さん寝てるでしょ。お前アンチだろ、マジで。野田さん起きた？あいつの話はマジ？カードが挿入されていません。まあでもまあ、気のいい関係だな。ナナさん、いやでもこんだけ聞いたからね、もう4人聞いたから、まあだから狛江は俺の体格だったらいかんって言ってたね。水ちゃんに聞けよ、水ちゃん聞いたじゃん一番最初に。あーもう、便所さん、俺便所さんの連絡先わかんねえんだよ。ただやから打っとけ。まあ来週だしね。デブほど打った方がいい。あ、そうなんだ。高血圧、糖尿病持ちですが、2回目接種後翌日に熱が出ただけで大丈夫でした。ちなみにファイザーです。あ、マジっすか？沼連合の人ね。じゃあ、打とうか。打つ、もう打った方がいいな、これ。大丈夫だな、これ。大丈夫やな。私も糖尿病でインシュテリン打ってるからめっちゃ怖かったけど、モデルナ2回打ったけど大丈夫やった。強要はしないけど打った方がいい。打った方がいいか、打った方がいいか。副作用キャス、まあ、光くんに聞いてもいいかもね。同じためだし。なんなんこの優柔不断は。いや、俺めちゃくちゃ優柔不断なんだよね。だからゲオとか行くじゃん。3時間ぐらいいるから。
で 3時間いて、あの挙句なんて全部借りるっていうね。あもう全部借りちゃいられるっていう。はいいか。そして延長やろ。そうだよ、全部延長で、あの借りた時よりもあの返す時の方が金かかるっていうね。やるやらない集金詐欺意味がわからない、うん、バカは陰謀論信じるからな、うん、いやでもなんかそんな怖いよね。なんかその作った人の家族が打ってないっちゅうのはそれよくわからんないんだよな。なんで打たないのって話。普通に考えてもインフルのワクチンは副反応ないだろうってことは今のワクチンは未完成。いやだから俺インフルのワクチンで、インフルのワクチン打って熱が出たって。いやそれがあるんだよな。ワクチン打って彼女できた意味がわからん。どういうことだよ。あ、ヒカル君から電話来る、うん、てかやばくね俺これ。よく考えたら俺あと13分までやれせんと、これキャンセルになるくねこれ。めちゃしくったんだけどこれ。マジで。伊賀先生から証明書もらえるじゃん。意味がわからん。待ってね。待ってね。悪性の爆発性の濃度。はあ？なんだよそれ。怖すぎだろ、それやめてよマジで。ホモーザー製のワクチン、肛門ホモ、ちょっと意味がわからん。コロナに感染したい人に聞いた方がコロナの辛さ引けると思う。まあ確かに辛そうだ。これ見て。ちょっと待って。なんだよこれ、脱バラエティチャンネルって。そうだね。コロナで40度ね。まあ、わかんねえ。ああ、がマジあかん。うん。つか上に。やめやるなら延期すれば。ヒエさんのワクチン。マジ？狛江が言ってることは逆。打てよかす。打った方がいいっすね。ん？かかって重症化しても入院できないかもと言っておく。え、どういうこと？やっちょに聞いてどうする。やつは陽性だぞ。だからコロナかかって
人がどういう感じかっていうのは聞きたいけど、まあでも実際どうだろうな、実際リアルの周りでもコロナかかった人いるけど、まあ大して症状なかったけどっていう人もいるけど、まあどっちかというと入院生活がクソ暇だったっていう人が多いから、うん、まあ結局人それぞれなんだよな。まあわかりました。まあ打つわ、打ちます、打ちます。聞いたところでその症状が俺に出るかって言われたらそうでもないでしょ、実際実際ね。じゃあ俺こういう症状になったからって言って俺がその症状になるとは限らんし、もっとひどい症状になるかもしれんし、うん、絶対打たない、まあ、分からんけどそれは、うん、まあ受診医師はまあ一応すわ、うん、一旦終わりますね、うん、来週か。